広島工業大学は、入学前も入学後も学生の支援制度が充実しています。チャンス1、入試の成績で学費の一部が免除になります。新1年生を対象に入学試験の結果に応じて学費の一部を免除します。選考方法は簡単明瞭で実力勝負。選考基準を満たした全員に適用されます。入試特待生1では、入試得点率 80% 以上の受験生には大学院を含む最大5年間年額100万円免除されます。入試特待生1を活用することで国公立大学並みの学費で学ぶことが可能です。入試特待生2や3などの制度もあり、入試や入試得点率によって免除額が異なっています。学校推薦型選抜指定校生合格者は特待生1、2、3に入学検定料無料でチャレンジできます。そして学校推薦型選抜女子特別選抜の合格者を対象に女性エンジニア育成奨励金があります。さらに総合型選抜で入学した学生を対象とした学習奨励金もあります。あなたの学びたい意思を評価します。チャンス2、入学後もまだまだチャレンジできます。入試の成績で決まる特待生以外にも入学金や学費の一部を免除する制度が整っています。成績が学科トップになると給付される成績優秀者奨学金制度や人間力も基準となる特待生制度など、学生の特性に合ったさまざまな支援制度が充実しています。また鶴虎太郎奨学金制度や広島工業大学同窓会奨学金制度など、経済的に学ぶことが困難な学生の支援制度もあります。さらに遠隔地からの学生にはプラスで遠隔地学生給付奨学金があります。出身高校の所在地が九州、沖縄、または近畿以東からの入学者を対象に4年間給付される奨学金となっています。このように広島工業大学ならさまざまな支援制度がありずっと安心です。